岩井清は、日本の牧師。新海約聖書、歴代史を翻訳した。東京府で生まれる。少年時代を主に、千葉県船橋市で過ごす。1952年徳島県、縦脇町高等学校卒業。1957年京都大学、教育学部卒業。東京進学塾を経て1961年聖書、進学者卒業。 その間の1959年から1960年に聖書同盟視察のため8ヶ月間オーストラリアに滞在した。1961年聖書同盟主事に就任。1962年田中広子と結婚三男事情を授かる。平塚福院、キリスト教会副牧師を兼務。1970年平塚福院、キリスト教会牧師に就任。 1983年度協会内に活水聖書学院が設立され、教務主任を兼務。1986年度学院学院長に就任。1994年、萌え尽き症候群らしきものを感じ、カナダのリージェントカレッジに留学。1995年、平塚福院、キリスト教会に起任。 2008年同協会の主任牧師を山口浩二牧師と交代、顧問牧師となる。2012年妻、ひろ子商店。2015年4月から2016年3月、飯田智久町協会の協力牧師を兼務。2017年7から9月、パリプロテスタント、日本語、キリスト教会牧師を兼務。2020年3月、活水聖書学院長を辞任。 現在に至る。ありがとうございます。